シェリナムナフシェリナムナフは、インドネシアの女性シンガーソングライター兼女優、歌手、元子役兼少女歌手である。西ジャワ州のシュートバンドン生まれ、9歳で歌手デビューし、初めてのアルバムを発売。10歳の時に、リリリザ監督のミュージカル映画、ペッチランガンシュリーナに主演し、インドネシアで大ヒットとなる。また、この作品での主演により、2001年に、 ハノイで開催されたアジア太平洋映画祭にて最も才能のある子役賞を受賞した。同じ2001年にはユニセフへの募金のためにアイルランドの男性コーラスグループウエストライフと共にアバの I Have a Dream をカバーし英国等でヒットさせた。近年ではジャッキー・チェンラと共に香港のドラワンにある ビクトリア公園で開催された東日本大震災へのチャリティーコンサートアーティスト311ラブビヨンドボーダーズに出演したりインドネシア版ザ・ボイスのコーチと審判を務めたりするなどの多彩な活動を行うから現在は日本に拠点を置き 2D アニメーションの制作を学んでいるまた漫画及びアニメのワンピースの大ファンという一面の持ち主でもある かつては作曲家のエルファ・セシオリアの弟子だった。なお、シェリーナという呼び方は誤りである。2020年11月3日に、インドネシアの男性モデル兼俳優のバスから、マヘンドラと結婚。シェリーナの大冒険の紹介宿、インドネシアの歌手、シェリーナ3球団日本語学院卒業をシェリーナが、韓国のビッグ、バンと共演した、インドネシアにおける、 カカオトークの CM その1シェルナが韓国のビッグ・パンと共演したインドネシアにおけるカカオトークの CM その2シェルナがバックの歌を担当したハウス食品の CM の紹介ページ。ありがとうございます。